は何といってもその最終戦が引退試合となる原選手なんですよね。はい、正式には先週の土曜日ですか、ヤクルトのあの胴上げを見た瞬間に、うん、あの試合でこう決意したとかいうねコメントありましたけどもね。はい、ではその原選手が引退を決意した瞬間から現在までの心境を追っておりますのでご覧ください。12年間巨人の4番そして球界を背負ってきた男も肉体の衰えは隠しきれなくなっていた。限界、いつしか周りの人々からそんな言葉がささやかれるようになっていた。自分の支えになっているのはやっぱり来年も俺は野球やるって、まだまだ野球やるっていう気持ちと、やっぱりもうファンの人たちのね気持ちに何とか応えたいという、もうその2つだけですね。はい、まだやれる。マスコミによる引退報道が先行する中で本人の気持ちは揺れ動いていた。ボロボロになった肉体、少年の頃から天才と言われ続けたプライド、巨人の4番という看板を背負ってきた責任感だけが彼をグランドへと向かわせた。途中で投げ出すわけにはいかない。自分っていうものは今ないと思うんですよね。本当にたまに出ても、まあ、これだけのお客さんがね声援を送ってくれて、すでにヤクルトの優勝マジックは1、負ければ終わり。このところ打撃好調の原は前日に続きスタメン出場を果たした。目の前での胴上げは御免だ。しかし時の流れ、勢いだけは誰にも止められなかった。点差は開く。ただ呆然と立ち尽くすしかなかった。ここまでヒット2本に抑えられていた巨人打線に喝を入れたのは原本人だった。前回の登板でノーヒットノーランを食らった相手、そして今回は胴上げ。これ以上やられてたまるか。ここまで耐えに耐えてきた男の気持ちが爆発した。しかし続く岡崎の当たりはセカンドゴロ。勝利へのそして現役生活への執念も燃え尽きる時が来た。選手の顔、やはり苦しいキャンプ、そしてオープン戦、そしてシーズン戦い抜きましたヤクルトのナイン、125試合目です。78勝目です。そしてそれが胴上げとなります。松井のカウント、ワンエンドワン。3球目打った、しまいましたね。そうね、終わったね。優勝目標にねやってきて、力抜けた感じはあるけどね。まあ残り試合もあるし、あとはまあ今日自分で、まあ自分自身ゆっくり初めて、まあ考えてね、
それで、まあ、その結果をね、まず最初に、まあ、監督に伝えるということですね。グラウンドに行って、まあ、じっくり考えるということです、はい、やっぱりそのいろんな部分での思いっていうものがね、やはり長いから、簡単にはねどう表現していいか分かんないし、今自身本当言葉にならない、申し訳ないけど、ただ、まあ、今日は考えるでしょう。はい。本当に固まったのは昨日だと思います。昨日の時点だから、それまではもう考え前考え前としてね、やっぱり来年もやるんだという気持ちと、もうファンの人たちの声援というものがね支えになってきましたし、ですから決まったのは昨日ですよね、はい、どう伝えていいかわからないんだけど、ただ自分の中で決断をしたということだけは皆さんに伝えたいと思います。ペナント争いの幕を閉じ、賃貸気味の球場が原の登場で生き返る。たとえ全盛期の半分の力に満たなくても、ファンはそこに8番がいるだけで納得する。10月8日、ついに明日が原辰徳現役最後の日となる。もう一度その勇姿を見せてくれ。ショックですね。まあ、神奈川県の先輩なんですよ、皆さんは。お小学校6年生の時に東海大相模で甲子園で活躍されてて、我々川崎市民、まあ、神奈川県民、子供たちはみんな原さんのファンでしたよ。若大将ですね。で、僕もいつか東海大相模に入ると。で、中学へ入学したわけですけども、偏差値っていうのがあって入れないここだと、しかし本当にね、川崎さんどうですか。まあ、僕の場合はね、完璧も力も及ばず、もうすっきりもここまでと思ったんですけども、それはまあ原さんなんかね、まだまだちょっとやり残したかなっていう顔をしてるような気がするんだけどね。先ほどの VTR 見ながら、なんか優しすぎるんじゃないかっておっしゃってたのは、もうちょっとこうクソっていうね、疲れたんじゃないかな。でもね、大変だったと思うよね。しかもね、1年間こうベンチウォーマーとしてのいろんな、また違った面でもいろんな勉強もできて、これから指導者に、あ、まあそんな話はあれとして、明日最後のラストゲームを悔いのないようにいい試合を見せていただきたいと思います。はい、さて、お知らせの